ヘイドットラジオ。こんにちは、トモヤです。こんにちは、エリアです。はい、エリアさん。はい。始まりましたね。始まりましたね。ついに。本当についにね。ついに、ヘイドットラジオが始まったんですけども、はい、このラジオでは、はい、どんなことをこう話していくラジオになるんですかね。そうですね。まあ、このヘイドットラジオっていうのは、毎週、はい、みんな KI ドリームに所属している選手は、はい、基本試合があります。リーグ戦がね、はい、あって、まあ、その週の試合の結果っていうのを皆さんにお伝えできればなっていうのが一つあって、はい、まあ、その内容とか試合の内容とかどういった感じやったっていうのもなんかお伝えできればなっていうので、ここのケイドットラジオで、うん、お伝えしたいなと思っているところで、はい、まあ、他にも、まあ、その週なんかあった出来事とか、うんうん、まあ、そういう雑談的なことっていうのを、まあ、このケイドットラジオでなんかできればなっていうのは思ってますね。ラジオ自分結構聞くんですけど、うんうん、まあ、寝る前だったりとか、うん、なんか普通に作業中とかにも、うん、勉強中とかにもなんならこう音楽感覚なる流しとくみたいな。そうなんですよ、流し聞きね。なんですけど、エリアさんラジオ聞きます？ラジオはそんなこういう勉強してる時とかでがっつり聞いたことはあんまないねんけど、うん、音楽ですよね。音楽で車の運転中とかになんか聞くとか、うん、そんなんはあったし、はいはいはい、でもたまにちょっとそういうのは聞いたことはするよ、はい、ラジオ。なんかこの K ドットチャンネルって、うん、まあ普通にもう見ないといけないじゃないですか、うんうんうん、でもなんかこう作業中とかにもできればいいかなと思って、うんうん、この K ドットラジオを、うん、まあ、やっていきたいと思うんですけど、うん、まあ、今週の選手の結果から、うん、とりあえずまずじゃあそれ発表していきましょうか、はい、発表していきます、ね、はい、まあ、今週、まあ、まず最初、SV シュトッケラ、はい、まあ、これ所属してるのが大村エリア、私と山下博人が所属してるチームで、はい、まあ、結果は0対0でした。引き分けでした。はい、まあ、その結構優勝争いをしてるチームで、うんうん、本当はねもうずっと勝って上り詰めていきたいところだったんですけど、まあ、いろいろ怪我人がいたりとか、はい、体調不良者がいてとかで、まあ、あんまり揃わない中での試合だったので、まあ、こんな言い訳になってるんですけど、うん、その中でも勝たないといけなかったんですけど、まあ、引き分けで終わってしまったっていう、まあ、試合でしたね。はいはい、で、まあ、次、SV ホルン U23 に所属している内村隼人。隼人ですね。はい、内村選手の結果は5対1勝利ということでね。完勝。素晴らしい。本当に。で、隼人選手も、70分まで選抜で出て、うん、途中交代する形にやったんですけども、あれ勝利に貢献したみたいなので、うんうん、運動量豊富で動いたというのを聞いてるので、はい、やっぱり良くなってきてるのかなっていうのは一応思いますね。お説教動画あれからね、はい、皆さん見ていただければ分かるんですけど、あの時からも全然違うような動画もプレーをしてるので、うんうん、まあ、この後にドキュメンタリーの最終回が出る予定なので、はい、そちらも見ていただければなと思います。わかりました。はい。ということで次、SBG のプレガルテン。はい。こちらね、所属してるのが、恩田宗之助選手と永田大輝選手。はい。ってなってますね。で、まあ、決勝結果は4対0。4対0。こちらも完勝です。いいね。いいよ。しかも相手、確か、4位。4位、ね。上位なんですよ、はい。上位のチームに4対0で勝つという、素晴らしい試合結果で。で、まあ、恩田宗之助選手は、まあ、ちょっとね、負傷してしまっているので、はい、今、出場欠場で、まあ、試合には出れてなくて、リハビリに、まあ、リハビリに専念してね、はい、専念して。で、今、で、大輝選手は、70分に途中から出場という形で、うん、スタメンではなかったんですけど、70分から出てっていう結果になりましたね。はい、4-0 という素晴らしい結果が出てますね。はい、で、まあ、最後の、ファーファーツェ、はい、こちらね、来ましたね。大瀬慎選手と北澤智也選手、はい、隣にいる友也選手ですけど、ね、まあ、今週はイースター休暇ということで、はい、試合がなかったです。なかったです。リーグ戦はそう ないけど、今週どうしてたの、何してたの。今週は
あのチームからずっとこう、うん、走りのメニューみたいなのがこう出されてて、うん、でそれになんかもうスノートレーニングをずっとしてた感じですね、うん、なんかいい感じに普通に週末過ごせました。あでも確かにな、ずっと走りに行ったりしてて、はい、いい週末過ごせたって言えな。シュールだったよ。いやシュールやな。あのカールスプラッツ、今度動画出ると思うんですけど、カールスプラッツ行って、まあ、2人でバーッと10メートルくらいの、あ違うわ、10秒のダッシュをしろっていうのが出てて、うん、でまあ2人で走ってたんですけど、うん、まあシュール、シュールやなそれ。まあシュールだってただ無言で走ってんやろ、うん、でみんな普通にこうカールスプラッツ の写真とか撮りに来てて、観光客とか、そんななんかアジア人2人がうわーって爆走してるから、変なやつやん、変なやつ、めちゃくちゃ変なやつや、本当に場所は考えたかんじゃん、それ本当にミスったっす、ミスりすぎじゃん。カールスプラッツの前って観光名所なんですよ、すごい、いや本当に、ね、めちゃくちゃの、うん、ようやったな、綺麗なとこで、うん、ようやったな、ようやった、本当にえぐいて、そんなそうだから今週ね、うん、あ今週か、うん、今週試合があるので、まだ今週ね試合あるので、そちらの結果の報告っていうのもあのさせていただきます。はい。今週みんな試合あるのかな、とりあえず。そうですね。今週あるやんな。今週あります。日曜日試合で、うん、エリアさんたちのエスファオストッペラーが、うん、金曜日。金曜日。大輝さんたちのプレイガルテンが、土曜日に。土曜日で、でハヤトのところが。ハヤトが次が。ハヤトのところもね、かなり遠いところにあるんで、移動が遠いんですよね。はい、遠いんですよね。あ、日曜日ですね。日曜日。ハヤトも日曜日。日曜日。アウェイ。ホルンの、スバイテ。スバイテ。なんていうの ？U23。そうですね。あの言ったらそのサブというか。下部組織みたいな感じですよね。でもなんかそのトップの選手が出てへん選手がそっちに回ったりするから、まあ、サテライトっていうかな、はいはいはい、日本で言うとそんな感じのチームのとこ今所属してるので、香川がドルトムントいた時に4部とかで、うん、あのサテライトが4部だったんで、ね、そうプレーしてたって聞きましたよ、はい、なんかそういう良かったし、やっぱ全然違うらしい、圭介君の頃話してて無双って言ってたし、その試合見てたら無双してたしやっぱ難しいね、4部のしかも1位やった相手で、そこが、はいはいはい、って言ってもやっぱつばい手であってもさ、そこは難しいと思うね、4部の1位とかに乗ってるチーム、はい、2点かなんかぶち込んでアシストもしてるけど、もうしかもなんか怪我明けだったんですよね、それ一人違うらしい、怪我明けで、でもうなんか何体のコンディションのために試合出て、そうそうそう、2点キレキレらしい、やばいな、やっぱほんまに活躍した選手ってやっぱそういうのなんやなって、はい、うん、聞いててもうすごいなと思って、いやすごすぎる、原選手がほんまに化け物やなと思う、こっちに来ると特にドイツ、オーストリアはそうか、ドイツはもう絶対日本人見ると香川って言われます、ね、もうこっちでも言われる、はい、お前香川やって言われるな、もうすごいよな、うん、嬉しいけどな、俺も言われるの香川、嬉しいですね、でもいつかはそれがもう、いやエリアみたいな、はい、友や、はい、って言われるようなその感じになりたいね、友やですこんにちは、恥ずかしいな、なんかデレデレやん、なんでまあ、こんな感じで、うん、まずは選手の結果っていうのは、まあ、毎週毎週こうリーグ戦になる日はやっていこうかなって思うんですけど、うん、まあ、さっきもちらっと話しましたけど、うん、エリアさんラジオ、まあ、日本にいるときはこう車の中で聞いたりとか、うん、結構いろんなラジオがあるじゃないですか、いろんなラジオある、で僕で言うと多分みんな知ってるところで言うんですけど、うんうん、オールナイトニッポン、あ、俺はそう知ってる、俺も聞いてる、めちゃくちゃ聞いたことあるけど、うん、とかラジラーサンデーとかラジラーサタデーって分かります？ラジラーサンデー知らん、多分これ全国なんかな、これ全国なのか分かんないですけど、うん、まあ、これもまあ有名なんですよ、うん、まあ、あと有名どころで言うと FM 長野、いやー長野地元野有名なところって長野でやろ、はい、そんなん言ったら怒っちゃって、多分あんもん京都みたいなFM 京都、FM 京都ある多分、なんかね、まあそんな感じで、うん、今のはチョケなんですけども、なんやねんそれ、はっきり言うダサいって、ちょ恥ずかしい恥ずかしい、そんな
チョケをチョケと言うな、ね、さっきネタ仕込んだもんね。いや恥ずかしい、恥ずかしくないこれ言ってプライドないっす、ね、いやいやいや表に出したかねえそういうのって。あ、そうなんですか。普通裏で仕込んで、うん、表に出して、そう出すは出すだけど、うん、それをやってましたっていうのは言わへん。言わないんか。言わんやろ。なかなか言わないんだな。言わんやろ普通。みんな恥ずかしいんですかね。違う違う、そういうことじゃないね。そういうことじゃない、ね、ちゃうんすか。うん、あのアホなんや、それは。ただただアホなんや。仕組んでました。そうそう、仕組んで、言わんでって仕込んでましたとか言わんでいいねって。いや、あの全然話変わっちゃうんですけど、うん、昨日、うん、イースター休暇、ほんまに変わんやな、めちゃくちゃ。昨日まで、うん、昨日までイースター休暇、昨日までイースター休暇だったじゃないですか。多分イースター休暇って多分知らんよ。あ、そっか。何、ね、イースター休暇、イースター休暇で、なんかそう、あのキリストが昔にね、あの復活したんですよ、死んで死んで復活したっていう、なんか、はい、ものすごいことが起きたみたいで、たそれをなんか祝う復活祭っていうので、あのこっちではもうほんまクリスマスぐらいかな、うん、すごいなんかちゃんとするよね。もうスーパー休み、あの空いてないし、空いてないし、もう何もかも空いてない、店は基本空いてない、空いてないっていうのがあって、でもうその期間はもう学校もないんで、はい、しかもなんかほんまイースター休暇ここやのに、その前からずっと休んでるわ。いや確かに。でみんな旅行行くんですよ。もうこっちの人は休みのために頑張る。いやそうそうそう、うん、感じじゃないですか。で人いるんかくらいですね。いやほんまに家の中に、ほんまに静か、まあ、すごいなと思う。まあ、でこっちしかもなんかね、天井が高い家と高くない家っていう、うん、古い家と新しい家でちょっと作りが違ったりするんで、はいはい、天井が高いと古い家、古い家、天井がまあ低かったり壁が薄いのが特徴なのが新しい家、ね、新しい家かなちょっとね。でもそういうのあって、まあ僕らもね、そのでもやっぱりこっちで住んでる以上、うん、まあ、こっちのやり方とかあるんで、はい、やっぱそれはねしっかりしていかな、いけ、いやね、いけないなっていうの思うの。文化、ね、文化やな。俺めちゃくちゃ昨日文化感じましたもん。これ文化だ。いや文化やな。いやもうだって昨日ね、もう夜うるさくしちゃいけないからって言って、みんなでね LINE で話しました。そう LINE で話そうってなって急遽、あのやっぱ一回 LINE で話してみようって言って LINE でめっちゃ話したんですけど、 LINE は LINE で面白い、 LINE は LINE で面白くてめっちゃおもろかった。いやめっちゃおもろかった。であの世信くんとね、ハヤトがまあ家に、4人で住んでるんですけど、あの世信くんがまあスタンプを、あるスタンプを送ったんですよ、うん、なんか意味不とかさ、うん、なんかちょっとふざけたような、うん、ふざけたやつ、もう 誰がこのスタンプ買うんみたいなやつを買ってて、うん、でそれをまあグループでこう話してる時にポッて送ったんですよ。そしたらそのスタンプ誰が買うんっていうのを俺も持ってて、そうなんか2人おった、誰が買うんってやつが2人いたんでほな買うんやってみんなえだで持ってんのみたいな、なかなかの倍率だったな。えマジでどこで使うんみたいなスタンプ買ってて何これと思って、本当にあれ何マジで何なあれ。でもめちゃくちゃおもろかったっすよ。めちゃくちゃおもろかったな。だってもうしかも笑いのも言うたら出したあかんから、うん、こらえながらやから余計におもろくて、でそのスタンプの迫力エグすぎてインパクトがそうバッキーもおもろいやんっていう。いやあれめちゃくちゃおもろかった。いやおもろかった。でも静かに楽しめたから、まあまあ今後ねちょっとやっぱちょっと考えていかないといけないので、うん、もうこの LINE 会話っていうのはちょっと、うん、夜はね、やっていくの、夜はちょっとやっていったら、まあ、面白いんかなっていう。いやマジで誰がなんか全然何人住んでんのかくらいな静かさ、ね、静かそう。でも会うやんめっちゃ人、うん、でも何にも聞こえん、なんかここだけ聞こえんかな。しかもこっちの人なんか徹底っていうか、なんか寝る前に儀式しますかみたいな感じで、その YouTube でインタビュー動画であって、うん、ドイツ語でなんか聞いて、うん、で寝る前になんかそういう儀式っていうか、なんていうの、なんかやることありますか、うん、とか、あと絶対やらないことありますか、うん、みたいなので聞いてる人がいて、うん、その時にあの街中の人で答えてたのが、うん、もう絶対夜は携帯見ないとか、絶対落ち着くとか、うん、あと寝る前に白湯を飲むとか、うん、意外とこっちの人睡眠に対してなんか結構アクティブ、うん、もう考え方がもうちゃんと寝るみたいな感じの考え方だから、うん、すごい休みを大事にしてんだなっていう。確かにな。だって朝早ないこっち。朝早い、めちゃくちゃ早いよ。朝めちゃくちゃ早い。もう7時とかにはもうなんか普通に
働いてる人いるし、うん、早寝早起き朝ごはん朝ごはん朝ごはんしてんの。朝ごはんなんかコーヒー飲んでるイメージしかないんだよ。まあまあ基本なおしゃれこっちもだけどその時間にもカフェも空いてるし。空いてるっすね。朝早いな確かに。7時くらいから空いてるっすね。朝めっちゃ早い。いやなんか文化やなと思うな。いやっていう文化をこのラジオでもそういうのお届けしたいなっていう、はい、まだまだありますからね。そうもういろんなことちょっと経験とかもう起きるんで出来事が、はい、なんか最近おもろかったほら最近おもろかったことはやっぱ街中で僕らストーリーってたんですよね YouTube をあれは恥ずかしいな。確かに YouTube 撮りに行ってて、はいまあ、観光名所のところね、はいはい、まあ、今後動画それも出るんですけど、はい、まあねまあ、歩いててでまあ撮影しようかって言っててでもめちゃくちゃ人いるから、うん、なんで俺らはここで知り合いに会ったことないの。いや本当にありがたいことにこう知り合いの方も増えてきて、そうそうそういっぱい結構増えてるんですよ、うん、いるんですよ。デリアさんがこうポッて言って「いや確かに会ったことない」ないよ、うん、ああみたいな「そうそうそうこんにちは」みたいな感じでなったら。おもろいのに面白いのにないなってなってマジでなかってでもある通りをねそこを歩くっていうだけ、うん、こうと後ろから撮るっていう動画を撮ろうとしたんですけど、はい、まあその時にね道の脇で空き缶を片手に、はい、木の棒を片手にした人が音を奏でたんですよ、はい、カン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 みたいな。まあこっちで言うとあるあるですよ、うん、あるある言ったら路上でやるみたいな、ね、歌ってお金をもらうとか、うん、チップもらうみたいな。それを空き缶と木の棒でやってる人がいたんですよ、うんうん、なんやそれと。でも僕からしたらね、はい、それをちょっと見えて聞こえた瞬間にね、まあ、これは美味しいわけですよ、はい、でこれを乗ろうとこの流れ、はい、この音 YouTube 的には最高ですよ。絶対面白いって、はい、何乗ってんねんみたいな感じになるわけない。軽く一個できるやん、はい、だから俺はこう乗ってたんですよ。頭振ってね、頭振ってで右手はねこう指パッチンこう、はい、パチってやってね、マジで乗ってたっすね。めっちゃ乗ってたんですよ、はい、で乗っててファーって乗ってたらいきなり後ろから後ろが撮ってたんですよ友達が、はい、だからなんかいきなりえーって聞こえてえっと思って俺もなんかえな何があったんみたいなんで、はい、後ろ振り返ったら普通に日本人の知り合いの方がいてえーってもう本気の映画でえーって聞いたらいや俺目の前いたでみたいなって言われて自分の目の前にいたらしくて、しかもなんか手振ってくれたらしいんですよ、はい、でも僕全く気づいてないんですよ。動画では一回そっちの方をそう頭だけはこう向いて る, 傾いてるんですよ。見てるみたいなんですよ。確かに顔はそっち行ってんだけど、はい、でもマジで気づいてなくて本当に意識が全然空き缶とその棒の方に行っちゃってるおじさんの方に行っててで乗る方に行ってたんで、うん、でしかも頭こうやって振ってるから、うん、もう相手の方からしたら挨拶めちゃくちゃなんかふざけた感じで頭いいっすみたいなチャラいなチャラいな大村エリアめちゃくちゃチャラいみたいになっちゃう感じで見えたんで、はい、手も何回も振ってくれてるのに気づかずずっと回し進んでたらえーって聞こえて、はい、どうしたと思って見たらえー本気の絵あんな絵出たことない。いやあの絵はもう YouTube 載せようと思ってるんですけど、はい、あれめちゃめちゃおもろいな。あれ絶対おもろいな。まあさっき言っちゃいましたけどね、これ。でも、来たらもう、あん時なんかな、みたいな、はい、あん時のやつかな、言ってたやつかな、みたいな。はい、でも、マジで面白いです。本気で気づいてないんで。笑ったなあれは。で、その後、見返したんですよ、動画。はい、どんなんやったんやろって言って。で、そんな状態やから、2人して爆笑。観光名所で爆笑してて、何やあいつらみたいなの見られましたね。めちゃくちゃ注目浴びてたもん。アジア人2人が笑ってるんですから。爆笑してる。しかももう腹抱えて笑ってて、声出えへんぐらい。マジでおもろくて、その動画。なんか、普通に気づかなかっただけなのに、なんか白っこい感じがしちゃった。そう、白っこい感じなんですけど。わざとええって言ってないかくらい。全然白っこくない。本気に気づかない。本気の絵だからな。マジであれは恥ずかったな。ちょっとぜひその YouTube を見ていただければ。見てください。本当に、はい、めちゃくちゃおもろいんで。まあということで、うん、もう20分くらい話しましたけど、そうだね、こんな感じかな。だいたいラジオ、このラジオ20分くらいでそれぐらいで行こうかなっていうふうに思ってるんで、もうほんまこれもう聞き流し程度でもう、はい、ね、やってほしい。なんか料理中とか運転中、ちょっと何か合間の時に、はい、まあメイク中。あ、いいね。なんかもう耳勝手に入ってるみたいな。はい、なんかし、まあ、い
嬉しいね。はい、どんな感じでいいんだよ。そうですね。このラジオ毎週何曜日ですか？まあ月かな。月曜日。やっぱそのまあ基本試合が金土、うん、があって、まあ、日曜日にある時もあるので、まあ、それあって、はい、そこからのまあ月曜日に、まあ、そういった情報っていうのは流していきたいなと思うので、うん、まあ、月曜日に週の初めにそういう流していきたいなと思います、はい、なので皆さん、月曜日に、はい、K. チャンネルの K. ラジオに集まっていただければいいかなというふうに思っています、はいはい、お願いします。というわけで、まあ、今日はね、うん、こんな感じで終わりにしたいと思います。そうですね、終わりましょう。はい、じゃあ K. チャンネルの、チャンネル登録とグッドボタン、うん、グッドボタンっていう、あ、グッドボタン、うん、これラジオやから。そうか、手やったとしてなんか目の前で手グッってやってるけど、はい、グッドって言わない。あ、そっか、うん、じゃあ K.I. ドリームの、K.I. ドリームじゃない K.I. ドットチャンネル、何言ってんのお前K. ドットチャンネル、 K. ドットチャンネル、 K. I. ドットチャンネルってないでも、K. ドットチャンネルの、うん、チャンネル登録と、うん、まだやんのかい。とボタン、うん、グッドボタン言うてね。グッドボタン、はい、じゃ手いらんて、手いらんて出ちゃうな。グッドボタンともうええて、コメント欄、はい、コメント、ね、あ、コメントもお待ちしてます、はい、またね、あのなんかこんなやってほしいみたいなあれば、そんなもん、ね、ちょっと言っていただければね、うん、考えさせていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、まあ、あと選手も、K.I. ドリームも、はい、インスタグラムだったり SNS の方やっているので、はい、そちらのフォローもよろしくお願いします、ね、もしよかったらよろしくお願いします。お願いします。じゃあね。急やな。ということで、ね、あの終わらせていただきます、はい、バイバイ、チャオチャオ。